where we need to see the creation of employment as well as the economic growth.And, there is a common... まあ、経済が拡大しているというか、そういう傾向にあるということを確認する。私からは特にその遅れの懸念というようなことを発言してはおりません。それからイラク復興支援についてのですね、スタンスの違いが、スタンスの違いがこう表面化するとおっしゃったんですけど、そういうことはあんまりなかったというふうに思います。ただこれは必ずしもイラクだけではありませんけれども、大きな中東どう、その何て言うんでしょうか、先ほど申しました経済成長とか雇用創出を作っていくかという場合に、その資金をどういうふうに、まあもともとそういったような原油の資金というものがあるわけでありますから、そういうものをどう使っていくのがいいのかという議論はございました。そのことでしたね。それからそのデフレ脱却についてのですね、見通しについて副総裁はどういった具体的な表現で説明されたのか、全報道もかなりなされ、実際のセッションでもですね、そのリスクの軽減についてを終了させていただきます。どうもありがとうございました。This concludes the press conference with Minister and Governor. Thank you for your attendance.坂口さんはね、前財務大臣でしょ、はいはい、私前国家公安委員長でしょ、そういう。